表バファローズ金子の投球内容です。この1回、まあ、上位を3人で抑えていくんですが、立ち上がりどうでした？良かったですね、もうフライのアウトが多いのがやっぱ象徴してますよね、はいはい、1回を3人で締めました。一方の渡辺俊介、2回の投球です。この回先頭のフェルナンデスにツーベースを許します。その後後藤の当たり、これがタイムリーになりました。その後ランナーが二塁に行っていた、進ませてしまったというのも、大きなシーンになりました。日高のタイムリー、これで2対0とバファローズリード。そして4回のバファローズ、ランナー2人、そして日高はご覧のようにライトへの当たりだったんですが、大松が後ろに反らす、これがワンヒットワンエラー、バファローズが3点目を加えます。4回のマリーンズ、ワンアウト1塁、サブローでしたが、当たりはサードゴロ併殺だ。なかなか捨て込む隙がなかったという感じですね。そして5回です。ここはバーナムジュニア、ベニー、大松というところ、まっすぐのキレも良かったですね。良かったですね。力がありました金子。5回までピンチらしいピンチがありませんでした。そして6回のマリーンズ、2アウト1塁で西岡、当たりは良かったんですが、西岡アンラッキーでした。6回も無得点。そして7回のバファローズ、2アウトから渡辺俊介、まず大引きにホームランを許します。2試合連続アーチ。そして続く打六日にもホームランを打たれて、渡辺俊介は7回途中5失点でマウンドを降りました。さて援護点をもらったバファローズ、金子の投球は2アウト1塁2塁で大松に回ってきました。今日大松チャンス多かったですね。多かったですね、はい、汗に向けて仕切り直しということになります。さあ9回です。5点差を追うマリーンズ、金子からワンアウト1、2塁とチャンスを作って、バーナムジュニア来日初ホームラン、スリーラン、5対3、2点差。これで面白くなりました。結局金子の後大久保も、まあ、内容良くなく、最後は加藤大輔を投入したという今日の一戦。井口が最後ピンチヒッターで打席に入りましたが、結果は出ませんでした。